はい、どうも石原でございます。 iPhone16 が発表されて発売までもうすぐというところなんですけれども、はい、iPhone16 シリーズ何買おうか、どれにしようか、いいおすすめのモデル何かとね、いろいろ考えているところだと思いますけども、実際のまあ出口、入り口調査と言ってもいいんですけども、じゃあみんな iPhone16 シリーズ何を買うのかというところ気になっていると思います。実際アンケートをこちらのようにねやりましたの、やっておりますか、現在進行形中で、で今確認するにあたっては、はい、今ね1228票来ております。このアンケート結果に、今現時点でのアンケート結果によると、なんとね iPhone16 Pro と16 Pro Max、 これが 39% で同じということになっております。で iPhone16 が 15% で iPhone16 Plus が 8%と、まあ、これはまだね、その、まあ、多分これ2000人から3000人ぐらいは投票してくれるだろう。まだ投票していない方は、概要欄、もしくはコミュニティの、タブの方から、アンケート、もう、開催中です。1週間ぐらいは予約して発売日ぐらいまでは、開放しとこうかと思いますので、ぜひチェックしていただいて、で、もちろん今回はまだ入り口ですけども、来週、再来週あたりで、ちょっと結果発表までやっていきたいと思います。まあ、現時点では iPhone16 Pro、16 Pro Max、同じと。いうことになっているんで、いや、プロマックスの方が人気だろうなと僕は思ってたし、まあいろいろリサーチする中でもそういう傾向が強かった。で、iPhone15 シリーズの時も15プロマックスって結構人気で、割とちょっとやっぱ差があったはずなんですけど、今回のまあまだ3時間かな、4時間ぐらいしかまあ経ってない状況で、並んでるということなんで、いや、割とこれはちょっと面白い戦いになってきてるかなと。で、やっぱりその、傾向というか、まあ、結論とまでは言いませんけども、やっぱりプロモデルが、やっぱり人気なんだなっていうのは、一個やっぱり大きいですね。標準モデル、買いやすくてカジュアルなモデルで、これはもう汎用性の高いというかね、うん。誰でも手が出しやすい、フラッグシップっていう位置づけなんだけれども、みんなハイエンドを買うというね、そういう層が多いということになってます。ということで、実際に過去に、まあ2、3本挙げた、どれ買いますか、どれが最強ですよっていうおすすめを僕は動画で紹介したんですけども、それに寄せられた皆さんがどんなモデルを買おうかっていうのがね、コメントあったので、そのコメント物色していきたいと思います。はい、では、ピクセルシリーズ9より iPhone16 の方が値段が安く、性能も圧倒的に高いので、ピクセル9シリーズでそんな高いの？今年はリセールバリューが圧倒的に高い、コスパもいい、iPhone がたくさん売れそうですね。あ、ピクセルってめっちゃ高いんだ。ありがとうございます。16 Pro Max 1TB ブラックツタニウム。ペイディで予約注文準備済ませましたわ。お、最高モデルを買うわけね。いいですね。はい。で、12 Pro Max から16 Pro Max に機種変。はい。あやまさん、個人的には自分の手のサイズにちょうどいいプロのサイズが長所です。石原さんの言う通り、サイズ感も慣れなんかな。まあまあ、大きいサイズは、僕は慣れました、本当に。はい。こんばんは、13128から、16 Plus にしました。おー、プラスの色はブラックにしました。あ、いいですね。ノロさん、動画アップお疲れ様です。望遠があるなしは別として、16標準モデルの広角カメラのレベルが過去のどのモデルのプロモデルの広角カメラに匹敵するのか知りたいです。その辺で悩まれている方多いと思います。16標準モデルの広角カメラのレベルが、あ、これはね、もう4800万画素になったから、もう同等と言っていいと思いますよ。これは。プロレスの48メガピクセルっていうのを解放してあげるんですね。多分、まあ知ってると思う、あ、知ってるっていうか、まあ認識はしてると思うんで、ちょっと参考までにね、はい、参考までに、これカメラの設定のとこなんですけど、ここのフォーマットのところをタップしてもらうと、あ、今ね、あれが、ここにあるんですけど、この、ここです。プロデフォルト。プロデフォルトをクリックすると、はい、こんな感じで、ヒーフで撮るか、プロローで撮るかっていうね、ここに48メガピクセルで出てると思うんですけど、これを、オンにしないと撮れませんから。このプロローの解像度コントロールを、ここを、ね、はい、ここ。
ここ。あれ？ここだ、ここ。ここをオンにしないと出てこないんで、プロデフォルトっていうのは。そこをオンにして4800万画素を選択しないと、皆さん、おぉ、すごいな、すごいなって言っときながら、1200万画素とか2400万画素でしか撮れてなかったってことになります。最大は普通の通常だと2400なんですよ。で、ここで、さっきのところで、プロローを開放して、4800万画素にしてないと、4800万画素では撮れないんで、気をつけてください。で、ドナルドさん、仕事柄ポケットに常に携帯入れているので、プラスが欲しいんですけど、プロにしたいと思う。いや、でも普通にポケット入るよ。6.7 でも。普通に。だって僕は、はい、ポケット入れてますからね、これ。大きい画面が好きだ、だけやね。そうかもしれん。いやいや、大きい画面いいよ。誰か、ピノさん。ピノさん。稼ぎ時のはわかるけど、同じような内容ばかりやな。あ、それ、あ、申し訳ない。ただまあ、標準モデル、モデルとプロとかってこう変えてはいるんですけどね。はい。うん、ご指摘すいませんね。で、こんばんは。でも稼ぎ時だから頑張ってるっていうのはちょっとご理解いただければなと思います。はい。こんばんは、石田さん。やーちゃん、うまるんです。iPhone 16 Pro Max デザートチタニウム256でセットしました。あと予約日に無事繋がりますように。その、繋がるかどうかなの、サーバーがね。販売日は会議で遅いので、当日ゲットは厳しいので、21日、ストア受け取りできたらいいな。うん。ストア受け取りならもしかしたらいけるかもしれない。リフレッシュレート60も120も両方持ってるけど違いがわからん。なので別に気にする必要ないんちゃう？あ、僕はね、気になっちゃうな。せっかくプロにするからには、やっぱリフレッシュレート違うんで、マジで。気になんなかったら標準モデルでもいいかもね。うん、と思います。僕は個人的にね、リフレッシュレートっていうのはもう気になるから全然違うから、僕がそれは個人的に言っただけなんで、これは個人個人受け取り方がありますからね。うん、これは個人個人必要ないんじゃないっていう人もいれば、僕みたいに必要だっていう人ももちろんいるという話なだけですね。メイさんが現在12の 64GB を使用している大学生です。容量はパンパンでアップデートもできません。写真は一眼レフの写真少し含む8100枚、動画は590個、16個を買うのですが、無印の256と512は、お、が、か、プロの256にしようか迷ってます。ただ、最新の MacBook 所持してます。MacBook には残して、iPhone の写真を消すというのはできますか？アドバイスください。まずね、写真とか動画っていうのは、ここ USB Type-C になったんで、こう、外付けの外部ストレージに移せばよ。256でいいんじゃないですか。うん、と思いますけどね。このまま iPhone に入れておくと、どん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 容量が圧迫されますけども、例えば Amazon フォトとか Google フォトとかに出して、外部 SSD かなんかに出せば、iPhone の中はね、容量は、パンパンになってきたら、移すってことができるんで、そういう風に使えば、まあ、256でも問題ないかなと思います。うん。写真は趣味なのでっていうことだったら、もう iPhone 16 Pro の256、これがジャストでしょ。撮った写真とか動画は別のストレージに移動する。かつ、iPhone 16 Pro の望遠とかで楽しむというのはめっちゃいいんじゃないですか？はい。で、今、Galaxy A32 5G を使ってるんですけど、16 Pro にしたら、プラスにしたら劇的に変わりますか？いや、僕はその Galaxy A32 を使ってないんですけど、まあ、これはフラッグシップじゃないですよね。多分。この A32 っていうのは結構エントリーモデルっぽい。ネーミングなんで、多分プラスにしたら、よりね、多分快適に、カメラ性能とかも快適になるし、今回の iPhone 16はさすがにコントロールボタンもついたし、ここにキャプチャボタンも、カメラコントロールもついたし、で、4800万画素広角カメラになったし、割と使いやすいんじゃないかなと思いますけどね。石田さん、私、ルイルイと申します。ルイルイさん、ありがとうございます。自分は現在15プラス持ちなんですが、iPhone シリーズって13、15とか来年の17とかの奇数番号モデルの方が昔のガラケーのセカンドエディションっぽく偶数モデルの不具合や不評が修正されてチューンアップされている感じがしますが、そのような法則性とかありますか？昔は言われてましたけども、最近はもうないんじゃないかな。特に来年から始まる日本語版のアップルインテリジェンスのサービスの転換を見極めてから15か17に乗り換えようと思う。まあ、それでいいんじゃないですか。あ、来年出るって言われてるけど、多分 iOS18 では乗ってこないんですよ、Apple Intelligence は。iOS18.1 とか 10.2 とか
点なんで乗ってくると思うんで、まあ、前半にはやっぱ出さないとね、まあ、いろいろだから手続きとか認証みたいなところで今 EU で結構ちょっとそのアップルインテリジェンスのその乗せ込みっていうのもちょっといろいろあるみたいなんですよね。うん。なんでやっぱそこの手続きがすんなりやっぱなかなか認可かな認証がうまくいってない部分もある。なんか著作権とかでいろいろあるらしいんですよね、その辺がね。だからこのアップルインテリジェンスがつまり無料だからね、もちろん無料で使えちゃう分、その EU とかそのまあ、細かいところで言うと、そこのマージンを、そのね、フィードバック しなさいと。なんかまあいろいろ難しい、大人の事情は難しいですからね。うん。なんで、Apple Intelligence を完全に乗せた状態の新機種ってなったら、iPhone 7だろうね。うん、とは思います。1分59秒、16 Pro 128が15万9000。ちょっと僕間違ってたのかな、すいません。はい。ゆさかおさん、プロマックス買うんで、おすすめのケースを教えてください。今から、ね、ケースレビューいろいろしていくんで、ぜひね、今後の動画チェックしていただければと思います。安くなった15が優勝。まあね、Apple Intelligence が使えないですけど、優勝かなどうかな、それはちょっとよくわかりません。はい。で、チョコリアーさんかな、iPhone15 128がグリーンから16 Pro の128を変更予定のものです。カラーに迷いがあり、冒頭冒険してデザートチタニウムか飽きのこないブラックチタニウム。あーね、なかなかねえ、まあグリーンからまあデザートチタニウム、まあ、何年使うかによるよね。やっぱり1年ぐらいで買い替えるならもう新色いって問題ないけど、やっぱ4年とか5年とか最長で使うとなると、なんかこう定番の色を買いたくなるよね。なんかそこが一番のさじ加減かもしれない。最初から新しいもの好きな人は新色選ぶけど、長く使いたくて、で飽き性な人っていうのは、新しいものに行っちゃうともう飽きたなって思っちゃう。まあでも、デザインとか色に飽きたらもう買い替え時かなっていうのもあるから、まあ、長くても、うん、短くても2年使うってなっても新色で行ってもいいんじゃないかなと思います。はい。手のひら大きい人は MAX でいいが。うん。iPhone16 ではなく Apple Watch 10の話なんですが、チタニウムとアルミニウムの機能の違いを教える。同じです。確か。機能は一緒。うん。同じ、だからね。あ、剛性の差。なるほどね。あ、軽さと剛性感はやっぱりチタニウムでしょうね。うん。だと思う。それは値段が上がればそうなるわな。値段が上がってないのに機能がアップデートされたっていうのは今回は結構目玉なんじゃないかと。だって iPhone15 に16に関してはコントロールボタンと、アクションボタンと、ここカメラコントロールのパーツが増えてるわけですよ。増えてるのに価格は変わんない。ね。ありがたいことでございますけど、まあそもそも高いよねって言われればもう高いということにはなっちゃいますけれども、はい。そういったこんな形でございますね。ということで、ぜひね、今回アンケート実施中ですので、まだ参加されてない方は概要欄もしくはコミュニティタブの方でぜひアンケート参加していただければと思います。引き続き iPhone16 に関する動画頑張って上げていきますのでよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。